やるぞってたとしゅーやったむしゃみかんだ。まあ普通の大学卒業、普通の大学卒業、テフラン大卒業、中卒の4人に集まってきていただきました。だいぶ間違ってますね、最後は。ん、普通の大学卒業生、普通の大学卒業生、いや、卒業してないじゃん。えそう、そこだろ。お前してねえじゃん。してない、俺のとこにたどり着くかに間違えないほんとだ。そうだ。お前、振りにもならねえのかよ。受験勉強とかをしていてですね、まあ普通のテストでもいいわ、めっちゃ自信あるなっていう勉強をした時に限ってね、うわこれめっちゃわかるっていう問題が4択出てきた時にクソがって思いませんでした。あーかけるってのに勘で当たっちまうじゃねえかよこんなのっていう。そうでしたけどね、なんか4択っていう問題ってただ先生が丸付けしやすいためだけの問題であって、なんかテストとしてはいまいちなんじゃねってめっちゃ思ってたんですよ。あれ4分の1じゃないんですよ。まあ中にはねすっごい良問もあるかもしれないんですけど、普通に問題読んでこれではねえなって、まあそれはあるね、いうのが1問なんか選択肢の中で1個2個あったりして、意外と2分1とかなんですけどね、だからあんなん勘や運のいい人が勝ちやんって思ってたんで。俺結構めっちゃ資格持ってんだけどさ、ほとんどがそれで受かってようなもんだもうの上ということで今回はですね、僕たちが知ったことではない、問題をたくさん用意していただきまして、その答えがですね4択になっております。この50問の間に我々が5問連続正解したら我々の学歴の勝利、もしも正解できなかったら唐揚げくんの勝ちっていう。あ、唐揚げくんとの対決なんだこれ。そうです、ね、今回はですね対決ではなくてこの4人は仲間ですので、話し合いながら5問連続正解を目指していきましょう。はい、早速1問目お願いします。1問目、化石になりにくい生き物はどれか。ほう、化石になりにくい生き物はね、これ貝はなりそうだよね、イメージしかないよね、貝塚ってものがあるぐらいだからさ、うん、っていうかさ、一応みんな今頭の中で思い浮かんでって言ってみない？確かに、せーの、ヨミズ。あ、でもね、ミミズ、ミミズ44 2244だ今。え、4の人はどういう理由？ピクルは塩漬けになってたじゃん。はピクル塩漬けになってダメだ、俺の中毒だわ。おい、なんでピクルって。ミミズ、普通に僕はミミズは骨がねえからならないよ。明らかにもろすぎないかな、うん、これちょっとはもうあのこの4人で意見揃えなきゃいけないんで、うん、迷ったら誰か1人が行かしてくれって言って行かしてください、うん、今回は僕行かしてください。おお、これはミミズいいかっぽいんで、はい、これ2番でお願いします。正解は2番のミミズです。ありがとうございます。簡単なんですが、現在の日本の主な輸出品はどれ。え、こんなん申し訳ないけど簡単すぎるじゃないですか。せーの言っておく。はい、せーの4、うん、これはもうみんな車、まあトヨタとかね、うん、4番。正解は4番です。はい、まあ、これは、ね、消去法にもなってないですよ。そう、唐揚げくんどこ大卒業でしてるんですか。今京都産業大学のとこに。知らねえな、F ランドなんかではザ大学のだったのよ。それが大学の行事と行事職の組み合わせのうち正しいものを選びなさい。うわーうわー、これはもうなんか、あ、めんどくさ考えんの、うん、桃の節句初めて聞いた。俺もわかんない。なんだ桃の節句。結構これわかんないな。節句はマジでわかんないよね、うん、セックスしかわかんない。なんか2、4はこれと間違えさそうっていう意図を感じるわ。その2は節分と4はその大晦日と間違えさそうとしてる感じがする。1でいいんじゃないかな。うわー、そう思う。はい、1番。正解は3番のおはぎです。うわーまあこれは知らない。鈍いちゃんと7なんでした。1は単語の節句、ちまきとかかしわ餅。かしわ餅か、同じだった。いなり寿司と、いなり寿司がダメってとこからもん、うん、そう、今我々は間違えましたけど、これ4分の1で間違えたと思うんじゃないですか。違うんですよ、2分の1で間違えた。そうだね、まあ、結局ね、いつか正解したんですよ。そう思う。一旦戻りましたが、動画の職務を防げて。じゃあもう終わらしようか。計算と、どうか、あと1、2回適当に間違えてクリア。3歳児の基本的生活習慣で正しいのはどれ。排便後などしますか、できる。うがい、うちをしますか、できる。人によるんじゃない。せーの、4。うわー、バラバラ。箸はむずいよ。箸はちょっとむずいと思うし、そうだ、ね、僕2もね、ちょっと簡単すぎない。あ、そっち。うがいがさ、ちょっとだけ難易度高くない。あ、口をすすぐは楽だけど、うがい、そう、うがいがね、ちょうど浅さいかなって。いや、俺自分子供で考えた時、3以外はできてたんですよね。
ちょっと2で。おお、2か。2番。はい、正解は3番です。おお、そう、3番以外は4歳以降で取れるって言った気がします。え、3が一番簡単ってこと？嘘だ。それはちなみに何の資格試験なんですか？これは看護師です、ね、看護師、まあまあいいでしょう。次、京都の三大祭りではないのはどれ？うわ、知らねえ。これは知ったことじゃないな。知らんな。でもなんか4はありそうだよね。4はあるだろう。1もあるかどうか知らんけど、なんか2と3があまりにも名前似すぎててどっちかなんですよ。時代と歴史で歴史祭り。正解は3番です。慢性腎不全がある人の食事について正しいものはどれ？有名だわ。でも野菜控えでも聞いたことないじゃん。1、3は違う気がするし、なんならさ、日本語的な言い方で言うと4とかが怪しくない？1個だけガバッとしてる感じ。ちょっと1でもいいですか？おー、俺はね、ちょっと1気になってたから。じゃあこれは1、またもうファインプレーですね。1番さろ。正解は4番です。うわぁ絶対無理だ。嬉しい。日本語の面で見たら確かにそうなんだけど、なんで野菜なんですか？野菜もちょっとカリウムが入ってるので控えましょう。うわぁ、できるだけってやっぱ日本語だな、日本語だ、そこだ。これ日本語だったな、そこを信じればよかったのか。大阪、神戸に広がる工業地帯を何という？2でいいでしょ。2でしょ。正解は2番です。世界で最も広く主食とされている穀物はどれ？まあまた社会だな。なんかこれ2とか見たことない。2、日本とは1、2、うん、この世界で最も広くでしょ。だって中国人とインド人が米食う。なんでだ、なんでこんなトウモロコシが米食う？トウモロコシだとどっちかっていうと、ね、動物に食わせたよね。でも人間のとは書いてないからいや、この最も広くって面積だった場合はわかんないよね。1番正解は2番です。うわー、腹立つ。解説してやろうか。解説読めよ。一番世界としてトウモロコシがもう10億トンぐらい消費されてますと。で、小麦だと 7.4 億トン。まあ結構差が開いてます。消費量、消費量だろうが。それ牛に食わしてるんだろうが。そもそもトウモロコシは重いだろうが。この軸の部分があるんだから。トウモロコシは頭が悪い本当だからだ公共団体の仕事に当てはまらないものはどれ？2は1000やろうと思うよな。ここ2な気がするな。2番正解は2番です。ポケモンで一番数が多いタイプは何？4番。おー、そうなんだ。正解です、4番。そう、西洋料理のマナーの説明の中で間違っているものはどれ？これ2だ。2ダメなんですか？これは2はね、多分椅子の上か、あの椅子のこの背もたれな気がする。机の上じゃ汚いもんな。2番正解は2番です。5月3日は何の？はい、はい、お母さんの誕生日。4番正解は4番です。よし、お母さんはノリコって言うんだよ。ああ、憲法の検査覚え方まで。以下の開発行為のうち、はいはい、開発許可を常に受ける必要がないものはどれ？うわー、これはあれは分からないから発見でやってるもんな、絶対に発見臭いな、これ、ね、今4問連続正解。え、あれすごい大事じゃん。おお、だからラストですか？ラストじゃん。図書館とかがさ、勝手に隣のとこにポンポン立っちゃったらさ、おいおいってなるじゃん。そうだね。図書館、図書館、大学、大学とかだったらさ、いやいやいってなるじゃん。2番ってただのアパート。そうだよ、2なんてお前が住むだけだろって思うから、僕2かなって思ったんですよ。ここまでのこのなんか2だろうで失敗する感じ怖いんだよな。ね、りょうくん言ってくれ。2で。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。正解は1番です。ごめん、全然分からんかった。くそー、持ってるじゃないか君は、宅建を。僕は数ヶ月の勉強で8割ぐらい取って合格したぞ。これ資格剥奪じゃない？剥奪調理法と主な熱の伝わり方の組み合わせのうち間違ったものはどれ？まあ、3もだって電動熱じゃねって思うもんな。オーブン焼きで上に少しです。3でいいと思う。3でいいと思う。正解は3番です。服用油脂について間違ったものはどれ？ショートニングって。ショートニング。ラードは作れねえから、まあ、せめてショートニングにして、まあ、マーガリン。なるほどね。だとしたらなんか乳脂肪ってなんてもう絶
絶対使わなくない？うん。3番。正解は3番です。だよね。はい。ナイス。保存層や紫外線について書かれた内容として正しいものはどれ？3です。なるほど。おお。正解は3番です。緯度30度あたりから赤道側に吹く風を何という？ちょっと待って、何だったっけ？やばすぎ。この感じ、トウモロコシと同じものを感じる。2か。この教科書でしか出てこない言葉。絶対習ってんのにもう完全忘れてるわ。いや、俺貿易風がトウモロコシだと思ってるけどな。貿易風！何？いや、僕も貿易風なんだよな。強めの貿易風だな。任せる。あ、当たればリーチ。さあ、これで下克上が起きるかもしれないわけですから。一生黙ります。3番！正解は3番です。よし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 。ナイス。成人男性の致死量で正しいものはどれ？致死量詳しいですよ僕ら。バナナ200の数字の覚えやばい。いや2か4どっちかでしょ。え？ 2？ え？こうなった以上。うん、でもなんか僕は2は絶対違う自信があるんです。一応桜も種の中に毒はあるんよ。毒って別に体内の中で、まあその毒は毒なんだけど人間の体はそんなヤバじゃないから。このちゃんと中でどうにかこうにかしてくれるんですっていうのをめっちゃ僕は最近見てへーって思った。これが本当だったらなんかもうフグとかそれ並みにあの種の管理しっかりされるよね。もっと教えられるもんね。なんでそれ、まあ今のとこ言っときますか。せーの、1。うわっ、1でいこう。ほんと4だったらほんと20個食うわ。正解は2番です。はい、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 あーマジ入ったー。種を8個用意してください。僕ら今から食べます。なんか種すりつぶりしたりとかして食べたらちょっと危ない。噛み砕いちゃったら危ないだし。ほんとに？そっちね。ほんとに？まあ、丸飲みのイメージだったじゃん。でも一応音楽用語でやや弱くは次のうちどれ？知念の問題。はい、4番。正解は4番です。変な問題だね。福祉施設における防災害対策の取り組みで正しいものはどれ？この言い方さ、1の言い方絶対違うわな。そうだね。何とかしておけばいい。そう。絶対わけない。夜間は決して行ってはならない。こんなの決してください。決しては絶対ない。施設所在地域のハザードマップを確認しておく。それは正しい。そうだね。ってことは4だ。4だね。年1回じゃないんです。そういうことだね。はい、うん、正解は4番です。はいはいはい、これですよ。全くわからない人にあげれる。まさにだね。栄養素について正しいものはどれ？あ、栄養素だ。え、これどう考えても4でしかなくない？え、70% じゃんか。もうめっちゃ自信なくなっちゃったわ。他のやつで、ね、ぽいやつないから。4番。正解は4番です。あー、なんか、うんうんうん、こいつ余計なこと。消防法第17条に規定されている消火活動上必要な施設として間違っているものはどれ？マジでふざけてるなこれ。まあ、他は1、3、4はなんか肺炎いるし、消火活動っぽいよね、うん、非常階段があればはしごいらないとかない？いろんなパターンってことよね。滑り台のパターンと階段のパターンと、この中にはしごがあるだけ必要かどうかはあんまわかんない。いやちょっとね、このね、消防法第17条見てください、この古めかしい名前。この古めかしいやつ、法律にはですね、はしごなんて入れちゃうんですよ。しかも、うん、この頃に無線通信なんてないな。はい。バカめ。2だ。正解は3番です。あー！だっしゃい！やったー！やられた。やられる問題だ。まあまあ、やばい、もうあと間違えて1回2回かもしれない。ラスト5問です。ええまずい。えもうパーフェクトでいくしかない。さんずいが入っていない料理はどれ？チンジャオロスってどういう人だ？チンジャオロスなんだっけ。なんだ、受賞が確実に2番は入ってないんじゃない？ああ、うん、まあいいか。2番。正解は3番です。そうだ。違う。まるで入ってないね。まるで入ってないね。あ、おう、麻婆豆腐は女編なんですけど、武士がさんずいって入ってないっていう難しいやつですね。ずる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 です。武士じゃないのか。あ
もう1問増やしてください。あーちょっと待ってよ、4問正解で負けましたと言え、唐揚げ4問正解で負けましたと言います。これ勝っても負けても気持ち悪いな、じゃあ。ね、だってもう4問正解ここまで知ってるもんな。下げの説明のうち正しいものはどれ？1だ、はい、はい、1番。正解は1番です。フグ毒に関する記述のうち間違いを選べ。昨日まさにフグの清掃を食ったな。別にサクッと調理して OK みたいな。そんだね、そしたらってことかな。でも4もすっごいさ、間違っててもおかしくない感じじゃないじゃん。ね、都道府県単位っていうのがね、まあ、でも、てっちゃんのその3のやつを覆すほどのあれは説得力がない。3でいいよ。正解は3番です。おー、ナイス。2021年国内店舗数1位はどれ？まあ、ダイソーではないだろ。郵便局一番ないだろ、あんな1なかったらな、1位なんかグイグイ来てるから半端じゃないな。注意は、いや、でも田舎にはないでしょ。ね、セブン別に全国どこにでもあるって思ったら、そう、なんか駐車場はいっぱいあるけど、三井が2パークじゃない駐車場もいっぱいある。まあでも、まあ、1か2が怪しいけどね。ドシンプルセブン来るかな。マジでむずい。ちょっと普通すぎるっていうのが良くないんだよ、セブン。あ、じゃあもう希望も含めて2でいくか。2番。正解は4番です。あなんで？何件？郵便局、2万3000。間違えた数が、はい、18問。え、32問正解？すごっ。そうです。じゃあ合ってるよ。64% 正解。普通だったらね、25% 正解になるところ、うん、64% の確率でね、当てることができたわけですよ。はい、よりだから僕たちの勝ちですよ。バカにじゃーってからあげよう。てめえ何がさくらんぼだよ。なんだよ、さくらんぼ第2個食わして死ぬってよ。